両政国一覧東海道駿河国、安倍軍府中駿府は、駿河国の国府が置かれた都市である。駿河国府中の略であるが、律令時代以後も、近世まで長く、駿府または、府中と言われ、江戸期、単に、府中といえば、春府を指した。明治になり、徳川宗家ゆかりの地であるがゆえに新政府に、標準の意を示すため、市内の静山にちなみ、 静岡に解消。現在の静岡市青池のほぼ中心市街地を形成している地域にあたる。江戸時代初期に行われた大御所政治では、実質的な首都として機能し、江戸、情報に並ぶ大都市であった。律令時代に、駿河国の国府が置かれ、駿河国の中心地となる。国府は見つかっていないが、駿府城北側に位置する青池長瀬町付近が有力である。 横田の駅、曲がり陰の古代史跡、安倍の市など、室町時代から戦国時代にかけて今川市の城下町として栄えた。今川市は京の塔を申して、駿府の町づくりを行い、現在でも地名や町名等に京都と同じ地名や町名が残る。また、荒廃した京の塔を逃れた、多数の公家や文化人が駿府に京を移し、東国の京あるいは東国の都と呼ばれ、 戦国三大文化の一つ、今川文化が栄えた。しかし、1560年、桶狭間の戦いで、今川義元が討ち死にすると、今川氏は衰退し、武田信玄の駿河攻めによって、駿府は焼き討ちにあい一時荒廃した。今川氏の人質として、幼少時代を駿府で過ごした徳川家康が、1585年に駿府を本拠地に定め、 城下を整備し、元の繁栄を取り戻した。家康は1590年に関東違法となり、豊臣秀吉配下の中村和二が寸府に入るが、家康は江戸幕府を開いた後隠居するとして再び、寸府城に居住、大御所政治が展開された。大御所家康公が寸府に君臨していた時代は、寸府96課長と呼ばれる外区が整備され、 人口10万人とも12万人とも言われ、上方、江戸に並ぶ大都市となった。この時期、名目上の寸譜城主は、家康の十男、頼信であった。家康死去の3年後、頼信は、紀州に違法となり、秀忠三男の忠長が寸譜城主になる。忠長の海域以後は、大名は岡津城代が配属され、幕府の直轄都市として寸譜城代。 寸府町奉行が置かれた。東海道が整備されると、寸府城下には、江戸から数えて19番の宿場、府中塾が置かれた。府中塾は、東海道53時中、最大の都市であった。江戸幕府が滅ぶと、寸府は静岡と改名され、徳川宗家が当地に移されて、静岡藩が設置され、1871年の廃藩置県まで存続した。 1889年の市政施行により、静岡城下にあたる安倍軍の一宿74町、および宇土軍の50町が合併して、静岡市が成立した。人物地域、その他。ありがとうございます。